最強ドリブラー毒、2024年の成績がこちら。2024年のジェレミー・ドクのプレミアリーグスタッツ、ボックス内タッチ数1位、ドリブル数1位、低ゴール、低アシスト、ビッグチャンス0回、キーパス0本。これでもラッシュフォードよりいいというのは狂っている。アントニー・ジュニア、ムザリクの方がいい。ボーンマス戦での彼の素晴らしいプレイの後、シティのファンが彼をギニと比較したのは面白いね。1対1のドリブルに人生の全てを捧げた男。ほとんどの選手にとって、ペップの下で本当に落ち着くの22シーズンかかります。プレミアリーグでプレイしたことがない選手については、ペップが彼に怒ることはできないと思います。時間の問題です。彼が完全に落ち着く頃には、プレミアリーグのクラブは泣きます。彼はいい攻撃的なポジションに入りますが、クロスやパスでチームメイトを見つけられずにいる。時間が経てば、彼は彼らの動きに適応するだろう。才能はある。彼は宝石だ。なお、今季全体だと公式戦30試合後ゴール6アシスト、昨季はリーグアンで36試合7ゴール4アシストだったので、むしろ好調な出だしとも言える。毒は普通にいいやろ、他は知らん。今んとこ毒が一番良くないやろ。どこら辺がそういう評価されてるんですか？球離れが悪いところや単純にキックがそんな上手じゃないところですかね。前のチェルシー戦では毎回毒のところからボール奪われてましたし、毒の役割である相手を抜くことにとらわれすぎて中途半端なクロスやドリブルで毎回相手ボールになったイメージでした。ただまだ21なので改善されるよう期待してます。林毒のドリブルは独特なので橋岡は気の毒ですよね。